はい、皆さんこんにちは。ヴァンガードチャンネルの真野匠と泣くとカンカンです。はい、ということで今回はですね、こちらのプレミアムスタンダードデッキセットの対戦動画となってます。まあもう見てわかる通り、私が今回リベンジャーを使わせていただきます。私はジュエルライト、はい、このねデッキセットそのままのね、そう、そのまま中身何も変えないで使いますよ。はい、ます。じゃあ早速やっていきましょう。おい、それでは行きましょう。おい、じゃあ早速じゃんけんしていきましょう。じゃんけん最初はグッ、じゃんけんぽい、あいこでしょ。おい、気持ち出てるね。あいこでしょ。おあいこでしょ。おだい、じゃあ先行取ります。はい、はい、じゃあさすがにか、手札用意していくか。わかんねえな。ピースタンの動画とか相当久しぶりなんじゃない？そうだね。てか俺初めてなんじゃない？俺もないんじゃない？3 人とも探り探りになるわな。1枚変える。お、いや俺このまんまで。マジ本当にライズ機ないんだよ。いや分かってますよ。そんなのは捨てるカード悩まないでね。ないけど俺だって高校だもんね。そうだよ、合ってる。あ、まあ、大都市ワンドローもあるもんね、先行から。あると。よし、じゃあそれでは行きましょう。はい、せーの、スタンドプマンガード、フリッツです。ドリーミングジュエルナイト、ティファニー。ティファニーターンもらうぜ。はい、ドローしてライド、うん、ラッキーのリベンジャーラキアにライドします。はい、フリッツの効果でワンドローして終了です。はい、誰ですかこの人は。このがソウルに入ってると効果が出るやつ、ね、これ次発タイミンググリオさんで忘れるやつ。そう、忘れるやつ。リアルだね、やめて。先出さないから気をつけないと。さあドローして、おいよ、チャージングでないとモルビドスにライド。来た。そして、うん、ライドされたんでワンドローします。おいよ、相手のマガードがグレード1以上なんで、クイックシードチケットというね、この5000件になるやつを手段に取れます。懐かしい強だな。そしてさらに、そうだよね、俺は高校だからな。ああ、グレード1のあなたも言ったグレード0からです、登場した時高校なので、おこのリット公開します。うーっ、つまんないと。これ入ってんだよ。そうだよ、そう、これすごい。やばいよ ね、 ね。で、公開することで表にはしないね、うん、公開したらなんとね、来たぜ、ガーディアンシールドチケットっていう、これ2万、やばいやばい、 2万シールドだよね。ブリッツオーダーで遊びまーす。イエーイ、F だって2枚増えとるやん。すげえ。じゃあバトル入ります。おいよ、ここなんで8000バンガード、まあ、点数欲しいんでノーガードです。そうだよ、ダブルチェック来い。よっ、いってます。おっ、いや、いいでも。じゃあ短縮です。はい、頑張ります。ロッ、そしたら、今回のリベンジはタルテューにライドします。ああ、で、まあ、タルテューがエナガラ V に登場したんで、うん、ソウルブラスト1。V2? 当たり前やろ。これね、やりたかっちゃうんでね、グレード1ほどないかなって思っちゃうんだよ。リチャードのためにね、そう、前もってね。一応思っちゃうんだけど。クセとして、ね。そう。まあ、リンナル出そっかな。知ってるぞ、こいつは。正カードだ。スタン終了時に退却しますが、1万8000バンガード。じゃあ8000。おい。なんでタルトゥ1万あるんだ。ボークのクランだからだ。そうだ。ノーガードだよ、しょうがねえな。じゃあ、1枚めくります。はい。おい、クリティカル出た。強すぎる。まあ、でもさすがに2点与えてもいいよな。次のターンで押し切りたいから、ここに振ります。おい。ふっ、おい、ドロー。いいね、あ、ソードミンが行くのやだ。2点目よっ。まあなんかいいですね、トリガーじゃないときましか。まあ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 、はい、じゃあリンダルのこと受けます。強すぎる、強すぎる、強すぎる、強すぎしないで。おお、君は君じゃないか、さすがにスレイヘクスドラゴンを持ってきた。これおもろい。これですよ。何見滅させていただきます。どうぞ。使われる日が来るのか。まあお楽しみドラゴンだし。なるほどね、まあ、コスト用としてやっても熱い。じゃあこれで楽しみです。まあ、スタンド&ドロー。おい、コール、おい、そう、ライト、おい、一個前でシールにライドしました。おいよ、モルビドスのスキル、うん、でモルビドスは他の人がこの人のいるサークルに登場したらワンドローできます。おお、 VCRC だから。おい、ワンドロー、強いね。
じゃあこのターンちょっとスリムーブしようかな。レイルをコールして、はい、シビルをコールして、おモルビドスをコールして、おそしてクリスティンをコールします。ほうこの子は、うん、登場時ジェルナイトのギアが3枚以上だとファンタカスイッチ払います。手札からグレードの1枚交換します。はいよ、じゃーん、サブ見せたんで、山札からジュエルナイト含むグレード3を1枚コールできます。早くないか、まだ2のターンだぞ。うん、アシュレイを OK、レイルのリコールで、レイルは上にカードが出たらその人のパワーが1万上がります。はい、で、まずは1万でヴァンガードにアタックします。1万でアタック時、レイルをソウルに置きます。あ、ソウルか、はいはい、ワンドローでいきます。でも痛くねー、真ん中15守るのはありかもな。切りたくねえこのカード。まあでもいいか。うん、おい、おお、じゃあアシュレイでヴァンガードにアタックします。23000。おい、はい、オッケー、ごめん。じゃあバトル終了値、はいよ、ソウルブラスト2します。おすることで、山札からジュエルナイトを含むグレード2以下を1枚まで探してギアガーサークルにコールして山札をシャッフルします。このターンにやっていいことじゃねえだろ。何しよっかな。シビルをコールしようかな。オッケー。でシビルの上にシビルが出てきましたので、はい、シビルのスキル、他の人がこの人にいるサークルに登場した時、山札を3枚見て、ジュエルナイト含むグレード2のユニットカードを1枚で選び、ゲノサークルコールします。かわいいよ。これ3ターン目かと思った俺。そうだよね。ソードミーをコールします。あ、これってもしかしてこのターン5回アタックされる。うん、そうだよね。でも俺結構リスク背負ってっから、これアシュレ戻ってこないけど、あリスク一番下げていけないから。なるほどね、リスク背負ってんだよこっちも。そう、もうソードミーの登場時スキル、あれあ、久々に見たぞ。それちゃんとジュエルナイトですか。ジュエルナイトだエスペシャルカウンターブラスト。どっちもジュエルナイトなんだよ。いや、じゃあユーにスコールしようか。うわ、なんかできたな。いいよブリストンボイラについた。ブリラについた。それか、ごめんね、まださ、まだが15で守ればいいじゃんって言ったけど、危ねえ、こっちに15来てよかった。よかった、よかった、正解。でもこれもしもレイル出てきてたら、ここアシュレイの効果でレイルクリティカル上がって、あ、どっちにしてソードミーの方がマシなんだよ、ちなみには言っとくけど。まだね。そう、おもろすぎだろこのゲーム。これがピースタンダードだ。これバトルフェーズ開始。よし、コールしたぞ。あんのとこだもんね、これ。俺は結果論なんでしょうがない。こっちから殴った方がいいか。17000バンガードで効果、さすがに、うん、チケット入れる。おいよ。で、グレード一応これ2以下なんで大丈夫です、うん、で、ソロに移動した後対象適正で消えます。で、ワンダロー先乗せたるわ。うーん、ノーガードです。なるほど、行くぜ。うん、オラ。なんだろう、欲しかったかも。アビスのライドアン。ユーニスでブースト。シビルでアタックした時。お。手札から1枚ソウルに置きます。これ一手遅かったレイル。さっきだね今の。そう。まあまあまあ、でも全然全然。十分だろうが。どうせトリガー出ないよね。うん、俺まだ1枚のトリガー見えてないから。そうだよね。どういうことなの。いやでも俺乗せます。ノーガードです。ノーガードじゃ俺も乗せます。はい。ドライブチェック。ふん。よー、まあ、いや強いな、強いな、強い、一点当たりだ、全然当たり、乗せろ、乗せろ、届かないだろこれで。だがバトル終了し、なんだブロックからノーマリットを一番山田の下に置くことでアシュレイを戻します。アシュレイを戻すことでソウルチャージ一致して、この一投手札申し上げ、あのカード強いし、クリスティのここが1枚捨てます。まあ、はい、終わりです。まあ、ターンもらえますよ。こっからよ、でも3ターン目だからもう。リベンジャー、スレイヘクスドラゴンにライドします。はい、まずね、うん、忘れないうちにこっち使っとこうかな。えらい。リベンジャーを含むあなたのグレード3か、グレード2からライドして登場したときに、うん、山田太郎、リベンジャー1枚、レストでコールします。はい、はい。使わないから。うんうん、そして、カウンターブラスト1。はい。ほい。と、うん、絵札1枚。ここでいっかな。はいはい。山本太郎。うん。リベンジャー、レイジングフォームドラゴンにライドすることができると。その後に、うんうん、このスレイヘクスを手札に戻ります、うん。はいはいはい。まあじゃあ早速乗っちゃおっかな。じゃあ、手札から、グレード3以上になるように。来たね。捨てることでですね。今回の。この、トゥルーリベンジャー、レイジングラフトドラゴンにストライドすることができると。はい。しかもですよ、リベンジャーのつく、うん、じゃあ
カードを1枚表にします、うん、なんとこの時点でフォースを2枚切った。まあ、ワン取ろっかな、さすがに。まあまあね、リアとこうしよっかな。なるほど。そしてさらに、うん、あなたはレイジングフォームにこのクエストを得ることができます。こちら、これを得ることで、うん、なんとレイジングフォームの元々のパワーが1万3000にまた、そうね、そうよ。そしてまあリミットブレイク関係なく発動するようになりますよ、はいはい。さらに、こちらのレイジングフォームをね、うん、アーツに持つ、うん、このトゥルーリベンジャーレイジングラプトドラゴンがコストを払うときに、うん、リベンジャーのリアガード3体退却するでも払えるようになる。なるほど。さあこれって、うん、でも払えるだから、そう、元のコストで払ってもいいんだ。もう OK。 でも3体をね退却できるんですかって話ですよね。まあそうよね、そう思うじゃないですが、うん、ここに、うん、マナをこうします、はいはい、この子がアナの漫画だからシャドウパラディンなら、はい、山だからリベンジャーグレード1以下を探して後ろに置く。シャッフしてみなかった。確かに強すぎる。同じ立てるやつに通るぞ。なんかノーコストなの。そうよ、いかれてる。このカードやばくない。これ本当にすごい。これめちゃくちゃだよな、書いてあること。もうスタンドルだぞ。そうよ、そのターン種類その人やばくないじゃんって言って、なんか持ち上げてるみたいな。そう、デメリットついてるからね。いやこれ結構古いカードだよね、確か無限ですよ。ここに、うん、ダークグレスエンジンを出します。あー出た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 。ここにリンナル出そっかな。おおーすげえ。これでアタックは入ろっかな。あのレスとしてレイフを探してくるやつがいなきゃマシかもしれない。エンジェルでソードミン、ソードミンね。そうオッケー、うん、じゃあ次ここが、はい、ブースト込みで2万6000ヴァンガードです。2万も出さないとですやん。あー2万か。お、2万ガーディアンシールドだ。2万シールドほんまや。おい引っかかったな。昔の気持ちのままやってた俺。2万ガードだよこれで。じゃあブーストしちゃうぞ俺。しなよしなよ。じゃあノーガードって4万6000ヴァンガードだ。ノーガードだ。これ全部クリめくれたら勝ちよね。全部クリめくれたら勝ちや。そりゃ勝ちだ。何それ。ほら行くぞ。1枚目てん2枚目で何しゃ3枚目頼むドーよし頼むよ。待ってよ。この手のやつでマドさんめくれたとこ見たことないから。いやでもまだあるから。まだある、まだない。焦る必要ないから。まだとりあえず行って。そんなわけくるんじゃないそんなわけないんだから。ダメージチェック。おいふっよーし、まあまあ強い。1万。まあ仕方ないから、ま、忘れないうちにリンになるから。まあヒット事故があるからね。そう、3枚上を見ます。リンになるよ。ダンプレス、エンジン、うん、デフダに加えよう。じゃあこのバトル終了時にコストを変換する効果によって、うんうん、まあリンになる、ここでいっかな、うんうん、ダークブレスエンジェルを退却させることによって、はい、この子を退却させて、はい、もう一度、うん、レイジングラットドラゴンになって、はい、ドライブマイナス1します、はい、でさらにダークブレスエンジェルの効果出た。カウンターブラスト1することで、リベンジャーを含むグレード3ですね、うん、で能力のコストを退却したので、うん、リベンジャーを1体出すことができます。グレード1のうん、ドライブチェックでリンナル見えたじゃないですか、うん、山にね、うっせぇ。山にリンナルでシャフしよう。オイフェはただ1万6000。そう、ただ久、まあ、しぶりしかなくないのか。せや、いや、そうか、振り先になるのか。そう、振り先できてるんですよね。え、でもそしたら、でも結局レジンラプト起こすんだった。もともとの効果で残すから。マジ。いや、俺は振り先残すな、さすがに。3万8000ヴァンガードツインドライブです。めくっちゃうよ。大丈夫だ、なら大丈夫、この調子なら大丈夫かも。いやでも、俺受けるならここしかないんだよね。ノーガードかなぁ、ノーガードかな。おぉ来た、クリティカル2枚乗せます、うん、ありがとうございました、うん、行きます。おい頼む、来ないで。おぉ来ないで、まあ、いけーよーよー。待って、ま、結構強い。それはプラス1万だ、強い。1落としたか。まあまあコングラチュレーションって言ってみましょう。そうですね、1点ですからね。1点だ。俺もヒーロー引けばいいというわけだな。
よっ。おー、いいね。そして、レイジングラップもバトル終了時の効果。はい。今度は、元の効果の方を使うぜ。はいはい。あ、でも2体いけるから、一応これでもう起きないのか。そう、そう。でも、まあ、2体と、で、だから、グレードさんの、アービストラック。うん。あとですね、ソウルグラスのね。うん、おい、まあ、もうラッキーの話か。あれするぞ、いけー、レイジングラットドラゴンだ。ヒールきついな、クリティカルの方がマシだったかもしれん。ダマ8000、ツインドライブ。何何してんだ何してんだ。これはですね、ヒールガーディアンでまだ僕が1回もグレード最中ライドしてないので、これクリティカルマイナス2します。何何、いいのかでも使うタイミングなかったぞ今。我慢していたということ。そうだよ。しかしこっちに触れるからな。いやまあね、それはそう。行くぞツインドライブ、うん、1枚目はい。何めっちゃびっくりするじゃん。2枚目クリティカル強いなぁ。来たぞ、クリティカルとパワーをプラスする。マジで？さあ、まあ、楽しみました。そうですね、これでね、今回もう終わりですが、ここが、3万6000ヴァンガードだ。2万要求か。はぁ、うわ、ちょっと強いっすね。クリティカルの休みで。え？隠してた？隠してたよ。何？そんな？君たちは僕の手のひらの上だった。ビクトリーロードまでの道ができてたのに瓦解してった。しかもターン終了時エンジェルの効果で退却する。まあそうね、しゃあない。いやでもでもでも、いや俺ヒールこのターンで2枚使わされるの結構きついからね。確かに。じゃあさあ来い。あ、もらいます。どうぞ。ドロー、うん、じゃあライドします。おい、リーディングジェネラルサロメきた。で、シブルの時登場したんで上に3枚見て、グレード2以下のジュエルナイトを出せます。レイルを行使します。強いよ。で、これは望む順で山札下に行きます。はい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 。メインフェーズに超越しようかしら。いや、そんなまさか。あなたの漫画とかリミットブレイクを4持つギフト持ってないって札からね、グレードさんになるように捨てます。おいよ。じゃあリーディングジェネラルさんで捨てます。で捨てて、おう、でトライしました。おう。そして、G ゾーンからジェネラルと含むカードを1枚表にします。おい、ここはエヴァンジェリンしかないから、エヴァンジェリンなんでね、うん、これ1枚表にして、おい、でイマジナリーギフトフォースを2つ入れます。うん、まあワンかな、よっぽどね。これ、すごくない？キラキラなの。そう、クレストとかもちゃんとね、うん、1枚キラキラな、うん、光ってるから、すごい。ここ2枚重ねか。なるほど。その方が多分嫌だよね。で、おい、さらにサロメのクエストを得ます。そんなのやっていいんですか。いいんです。やったんです、あなたも。いつの間にか、いつの間にかできてた。無意識化で。ちょっと違うんだよね、能力が、うん、クレストごとによって。ほう。まずハーツがリミットブレイクを4を持つ、サロメだったら、うん、エヴァンジェリンがハーツが持つ元々の能力を全部得ます。人、そう、だからここは一緒ね。強く、うん、さらにまだ続きがあって、各ターンで最初に得たその能力のコストは払う際に減ります。え、ただになるってこと？そう、ただになる。何言ってんの。各ターン、各ターン最初になる。めちゃくちゃ。で、これだから、これターンじゃないから、お、使おうと思えば最初は0で払って、うん、次に2払って2回使うこともできる。はい、で、リミットブレイクを持つ、ハーツはもともと1万3000になるんで、僕は元のパワーが1万なんで、うん、なんと3000上がってちょっと得した気持ち。で、リミットブレイク4は、ダメゾーンが冷めても有効は一緒です。はい。はい、さあ、ということで、サラメの能力を使っちゃおうかな。あ、山札からジュエルナイトを含むカードを1枚までね、めちゃくちゃ出るんですよね。おい、アーシュレイを持ってこようかな。おーん。シャッフルさせてくれ。お、シャッフルしたいか。これがトリガー上3枚だ。なるほどな。お、じゃあシビルが退却っていうか、まあ上にコールされたんで、うん、3枚見ます。いけ、ふっ、ありがとうな、ユーリスがいっぱいいたぜ。全然ダメじゃん。なんならトリガー1枚もない。じゃあさらに、おい、エヴァンジェリンのホロ能力を使おうかな。G ゾーンから1枚表にすると、うん、ハーツがね、ジェルナイトを含み、ジェルナイトを含むディアガードが3枚以上だと、G ゾーンのエヴァンジェリン
表の番人1枚につき、ジェルナイトを含む、ユニット全てのパワーが3000あります。ほう、つまり。だからここは別に何を表にしてもいいんだけど、エヴァンジェリの枚数増やしたいんで、はい、エヴァンジェリをもう1枚表にします。で、今2枚表なんで、お全員6000あります。強く。じゃあ、すごいパワーになったが、ああ、アタックしていこうかな。もうわかんないぜ、数字が。俺さっきやられたことをやり返すだけだ。1万6000の、ブーストします。なんだ。3万のレイルアタック時スキル。ドロップからノーマイト2枚山札の下に置きます。シビルとレイルにしようかな。おいよ。で、置いたら、ソウルチャージ1して、パワー5000。ソウルチャージ1。ふっ！よし！俺上4枚。そう。で、5000ありました。だから、そうだ、3万5000。3万5000。3万5000もある。自分の罪絶対認めないもんね自分のやったこと絶対認めないからねお互いに2万5千で守るぜ2万5千で守るのかはいそりゃそうだよなあってことはこっちも守ってくるのかいやこっちは受ける可能性があるか4万9千ここはブーストしなくていいな1点受けるぜ受けな乗れほにほに聞いたことない言葉やめて聞いたことない気もした今そしてアシュレイのバトル終了時能力あいつバトル終了時の強すぎるマジアタック時にしてくれよそんな貧弱なカードじゃないんだソウルブラストにおいすることでなあ山札からジュエルナイト含むグレード2個を1枚まで探してコールするぜおおでもこれそうショックだやったぜ山下の4枚が戻っていくぜ、まあレイルをコールしますうーんいいでしょうシャフルしたいしたいかも俺ここで決まるから確かにさっきねうまいことねそうノーマルユニットばっかりだったからねそうです今度のシャッフルは違います、うん、ブラグってやつ俺これ知ってるよいや隠れすぎねそろそろねここですこれですで、はい、レイルが、上に登場したんだアシュレのスキルきたカウンターブラスト1これ何でもいいのでアミュレットビアイグルをいいでしょカウンターブラスト1することでキュリティカルプラス1それがやばいってでこの6000は消えますはいユーリスでブーストああサロメでアタックした時、まあ、リミットブレイク4まあどの日達成はしてるかああパワープラス2000キュリティカルプラス1 5万5000 5万5000なんか回り回って綺麗な数値になったクリティカルの数を教えな俺の見えてるクリティカルの数を教えてやろうああ1枚だソウルにもないソウルかドロートリガーしか入ってねえんだけどおい入ってない1枚のドロートリガーしか入ってないってことはノーガードですノーガードだとじゃあ頼むしまったじゃあソード見てもよかったなこんなことから結果論だ いくぜトリプルドライブ1枚目こいフックリティカルがまだヒールがあるからな、俺には。クリティカルはワンカード。ああ、パワーはリアガードだ。そうだよな。そうだよ。当たり前だ。うん。ここで一旦ね。まあ、2枚目。ふっヒールのリガードやった !1 枚目からヒール有効です確かに。来たぜ。しかし、なるほどね。まあ確かに、そんなにね。パワープラス1万は、レイルに。ああ、いいだろう。3枚目。ふっあ、出ない。ほら。出ないんだ。じゃあ。オーバーでシャットです。いきます。1枚目。はい。何？大丈夫だ。ちょっと欲しい。焦るな。焦るんじゃない。2枚目。うん、はい。ちょっと焦った方がいいかも。最後。3枚目。ほら。ほら。カンカンカン。どこにいるの？どこに？いやでもね、本当に、このね、今回のプレミアムスタンダードデッキセットでございますけれども。でもいきなり遊べるし、ね、結構 G ゾーンもさ、いいカード入って、今回さ、いいカード入って。G ガーディアン使わなかったけど。いや、そうなんだよ。あれよ、これで本当はね、一波守れたんだけど。うん、うん、うん。結局、ラップとかで、ヒール全部落としてくし。そう。ちょっとね、無理でしたね、今回は。そうなんだよ。結構 GM ともいい感じのカードが入ってます。うんうんうんまあ割とまあとか、ね、まあそうメサイア入ってるしあとなんかもっと言っとくとクイックシールドチケットも入ってるしガーディアンシールドチケットも入ってるし、ね、ギフトも入ってるしギフトもちゃんと入ってるし、ね、そうそうそうマジこれ1個で全然ピースタンダードを始められる、うん、スリーブだけ買ってくださいねそうねそれぞれ光ってるしねそうワンとツーすごいちゃんと光ってるの、うん、マジでいい、うん、
い、なんでまあぜひゲットしてください。はい、ということで今回は、3月8日発売のプレミアムスタンダードデッキセットで遊んでみました。はい、この2つの他にもですね、重視のデッキが、ございますので、うん、ぜひぜひそちらも皆さん手に入れてください。よろしくこんな感じお願いします。はい、こんな感じです。はい、おい、ということで、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントの方お願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。